こんにちは。ご視聴ありがとうございます。今回は韓国ドラマ風と雲と雨についてお話しします。このチャンネルは国内や海外のドラマや映画などについて紹介する動画をアップする予定です。もし面白かったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。韓国ドラマ風と雲と雨は朝鮮王朝時代を舞台に陰謀に満ちた王位争いと純愛の物語が展開される作品です。このドラマは運命をめぐる戦いや恋愛模様、そしてキングメーカーたちの駆け引きが巧みに書かれています。物語の中心には名家に生まれた天才チョンジュンと山で暮らす少女ボンリョンの運命的な出会いがあります。彼らの愛は陰謀によって試され、再会した時にはさらなる障害に直面します。王位をめぐる権力闘争や陰謀が絡む中、彼らの運命や愛の行方が書かれていきます。このドラマの魅力は歴史的な背景やファンタジー要素を織り交ぜた緻密なストーリー、美しい映像美、そして実力派俳優陣の演技にあります。特にパク・シフさんとコ・ソンヒさんの情熱的な演技が物語をより一層引き立てています。風と雲と雨は見どころ満載のドラマであり、歴史ロマンスやファンタジードラマが好きな方には特におすすめです。物語の展開に胸が熱くなること間違いありません。ぜひこの魅力的な作品を楽しんでください。風と雲と雨、朝鮮王朝の終焉期を彩る壮大な歴史絵巻。風と雲と雨は朝鮮王朝時代の壮大な歴史絵巻として第25代王である哲宗の治世を描いています。時代は1860年代、朝鮮王朝の終焉期に位置します。物語は王の無力さと僧道キム氏の一族による政治の実権掌握を背景に展開されます。ドラマの中心には安術の知識を持つ主人公ジェチョン・ジュンがいます。彼は僧道キム氏の勢力に立ち向かいながら王朝に権力を取り戻すために奮闘します。僧道キム氏の権力は実際の歴史において王朝の政治を牛耳る強大な家紋として存在しました。ドラマではこの一族の野心や政治の裏側が書かれます。また物語は主人公の哲宗と彼の故郷である高架島を中心に展開されます。哲宗は病弱で意志も弱いが、彼の出自や愛した女性が物語の重要な要素として取り込まれます。高架島は物語の舞台として重要な役割を果たし、主要人物たちの故郷として物語に深い意味を与えます。風と雲と雨は朝鮮王朝時代の政治的ないさかいや恋愛模様を描いた壮大な歴史ドラマです。王朝の終焉期を背景に権力闘争や愛の行方が交錯する姿が見どころの一つです。歴史好きな方やドラマファンにとって魅力的な作品となっています。韓国歴史小説のドラマ化、風と雲と雨の魅力。韓国の歴史小説風と雲と雨が原作となったテレビドラマが注目を集めています。物語は李氏朝鮮末期から大韓帝国樹立までを舞台に、高架島の名家に生まれた若者と王女として育ったとは知らずに育った娘が権力と陰謀によって引き裂かれる様を描きます。彼らの運命は風、雲、雨という自然の要素のように変化し不確かなものです。このドラマでは感想詞として生きる若者の美しい挑戦と切ない愛、そして彼と彼の愛を脅かすキングメーカーたちとの王位争奪戦が書かれています。歴史的な背景と豊かなストーリーテリングが組み合わさり視聴者を魅了します。風と雲と雨のタイトルは風、雲、雨という自然の要素を組み合わせています。
これは物語の中で登場人物たちが運命に翻弄される様子を象徴していると言えるでしょう。このドラマは愛する人と国家を守るために生きる感想士の美しい挑戦と切ない愛、そして彼と彼の愛を脅かすキングメーカーたちとの繰り広げる王位争奪戦を書いています。ぜひ楽しんでご覧ください。風と雲と雨、韓国時代劇の名作。韓国の時代劇ドラマ風と雲と雨はイ・ビョンジュ氏の小説風と雲と石踏みを原作として、19世紀後半の朝鮮を舞台に国家の運命を左右する影の英雄たちの戦いを書いています。このドラマは監督のユン・サンホ氏と脚本家のパン・ジョン氏の手によって作り出され、主演にはパク・シフさんとコ・ソンヒさんが抜擢されました。彼らの熱演は物語に深みと感情豊かさを加えています。物語は名家の長男であるチェ・チョンジュンが神の力を持つ巫女の娘イ・ボンリョンと出会い、運命的な愛に落ちるところから始まります。彼らの愛と王位をめぐる権力闘争が壮大なドラマとして書かれています。風と雲と雨は美しい映像と情感豊かな音楽とともに時代劇の魅力を楽しめる作品として視聴者から高い評価を得ています。その緻密に書かれたストーリーテリングとキャラクターの魅力は多くの人々を魅了し続けています。この壮大なドラマは歴史とロマンスが見事に融合した作品であり、韓国ドラマのファンなら必見の一作です。ぜひ風と雲と雨の世界に没頭し、その魅力に酔いしれてください。韓国ドラマ風と雲と雨、乾燥術と霊能力が織りなす壮大な物語。韓国のドラマ風と雲と雨は朝鮮時代を舞台に乾燥術と霊能力をテーマにした壮大な物語が展開されます。このドラマは主要キャストの素晴らしい演技や複雑な関係性、そして歴史的背景によって多くの視聴者を魅了しています。主人公のチェ・チョンジュン役を演じるパク・シフさんは朝鮮最高の乾燥師であり、名門家の出自から転落し再び権力の頂点に立つまでの軌跡を書きます。彼の演技は以前の作品で見せた魅力をさらに高め、視聴者を引き込む力があります。コ・ソンヒさんが演じるイ・ボンリョンは朝鮮第25代王鉄僧の娘であり、未来を読み取る能力を持つ王女です。彼女の美貌と神秘的な霊能力は物語に深みを与え、視聴者を魅了します。さらにチョン・グアンリョルさんが演じるイ・ハウンやソン・ヒョクさんが演じるチェ・インギュなど、登場人物たちの複雑な関係性もドラマの魅力の一つです。彼らの間には権力争いや愛憎劇が織りなすドラマチックな展開が待っています。風と雲と雨は乾燥術と霊能力をめぐる壮大な物語と朝鮮時代の歴史的背景が見事に融合した作品です。その魅力は主要キャストの素晴らしい演技によってさらに引き立てられています。視聴者はこのドラマの世界に没頭し、その情熱的な展開に引き込まれることでしょう。風と雲と雨は乾燥術や霊能力に興味がある方だけでなく、歴史ドラマのファンにもおすすめの作品です。その深いストーリーと魅力的なキャラクターたちは視聴者の心を捉え、忘れられない印象を残すことでしょう。このドラマは視聴者に感動と興奮を与えること間違いありません。ぜひその世界観に浸りながら壮大な物語を楽しんでください。韓国ドラマ風と雲と雨の魅力的なロケ地紹介。韓国のドラマ風と雲と雨は朝鮮時代を舞台に乾燥術と霊能力をテーマにした壮大な物語が展開されることで知られています。このドラマが生み出す美しい世界観の一部はそのロケ地にあります。
ここでは風と雲と雨が撮影された主要なロケ地を紹介します。1. ムンギョンムンギョン。ムンギョン市は映画やドラマのロケ地として非常に人気があります。特にムンギョンセジェオープンセット場やカオンカウンオープンセット場は多くの作品が撮影されました。美しい自然景観や歴史的な丹波炉、そしてセジェ城郭などが作品に独特の雰囲気を与えています。 2. 安藤安藤。安藤市の会場撮影セット場も時代劇の映画やドラマのロケ地として広く知られています。特に安藤湖の赤道船着き場付近に設置された会場撮影セット上では多くの時代劇作品が撮影されました。この場所もまた美しい景観と歴史的な雰囲気が見事に融合し、ドラマの世界を演出しています。これらのロケ地はその美しい自然や歴史的な背景を生かして風と雲と雨の物語に深みを与えています。視聴者はこれらのロケ地が作品の世界観を一層リアルに感じさせ、物語に没頭することができます。風と雲と雨は乾燥術と霊能力をめぐる壮大な物語が展開されるだけでなく、その美しいロケ地もまた作品の魅力の一部です。このドラマを視聴する際にはそのロケ地が物語に与える影響も感じながら作品の世界に浸ることをお勧めします。韓国ドラマ風と雲と雨感動の音楽が物語を彩る。韓国ドラマ風と雲と雨はその深いストーリーとともに感動的な音楽も視聴者の心を捉えました。ドラマのサウンドトラックには様々な楽曲が含まれており、その中には物語の感情を豊かに表現する曲が多数あります。例えばエルによるウインド、クラウズ、アンドレーンは切ない愛を歌った曲であり、視聴者の心に深く響くメロディーです。またインヒュンジューのエンドレスやノーチラスのラブスプレッツ、ソングソーヒーのシーズンオブユー、リムヒュンジューのエイサウザンドイヤーズイズライクアデーなど、ドラマのシーンを彩る多くの楽曲があります。これらの曲はドラマの感動的な瞬間をさらに際立たせ、視聴者に深い印象を与えました。音楽はドラマのストーリーを語る上で非常に重要な役割を果たし、視聴者が物語に没入するのを助けるためこのドラマの音楽も高く評価されています。風と雲と雨の音楽は物語の雰囲気を盛り上げる重要な要素であり、視聴者の心に深い感動を与えました。その美しいメロディーや感情豊かな歌詞はドラマをより魅力的にし、視聴者の心に長く残るでしょう。韓国ドラマ風と雲と雨感動のシーンとキャラクターの成長。韓国ドラマ風と雲と雨は乾燥術と霊能力をテーマにした壮大な物語で、数々の感動的なシーンが視聴者の心を捉えます。特に主人公チェ・チョンジュンとイ・ボンリョン王女の成長と葛藤が描かれるシーンは視聴者に強い印象を与えます。主人公チェ・チョンジュンが自らの運命を受け入れ、国の未来を予見する場面はドラマの中でも特に感動的です。彼が自らの能力と運命に向き合い大きな決断を下す姿が描かれるこのシーンは視聴者に深い感銘を与えます。彼の内面の葛藤や成長がリアルに描かれ、視聴者は彼の姿を通じて共感と感動を覚えることでしょう。またイ・ボンリョン王女が自らの霊能力を使って国の危機を救う場面も記憶に新しいシーンの一つです。彼女の神秘的な力とそれをめぐる人々の反応がドラマのスリリングな展開を生み出します。彼女の強さと決断力が描かれるこのシーンは視聴者に勇気と感動を与えることでしょう。
これらのシーンは登場人物たちの複雑な感情や歴史的背景と絡み合いながらドラマの魅力を高めています。視聴者はこれらのシーンを通じて登場人物たちの内面の動きやストーリーの深みを感じ取ることができます。このドラマは単なる物語の展開だけでなく、登場人物たちの成長と葛藤を通じて視聴者に深い感動と共感を与えます。韓国ドラマ風と雲と雨感動のシーンとキャラクターの成長。韓国ドラマ風と雲と雨は乾燥術と霊能力をテーマにした壮大な物語で、数々の感動的なシーンが視聴者の心を捉えます。特に主人公チェ・チョンジュンとイ・ボンリョン王女の成長と葛藤が描かれるシーンは視聴者に強い印象を与えます。主人公チェ・チョンジュンが自らの運命を受け入れ国の未来を予見する場面はドラマの中でも特に感動的です。彼が自らの能力と運命に向き合い大きな決断を下す姿が描かれるこのシーンは視聴者に深い感銘を与えます。彼の内面の葛藤や成長がリアルに描かれ、視聴者は彼の姿を通じて共感と感動を覚えることでしょう。またイ・ボンリョン王女が自らの霊能力を使って国の危機を救う場面も記憶に新しいシーンの一つです。彼女の神秘的な力とそれをめぐる人々の反応がドラマのスリリングな展開を生み出します。彼女の強さと決断力が描かれるこのシーンは視聴者に勇気と感動を与えることでしょう。これらのシーンは登場人物たちの複雑な感情や歴史的背景と絡み合いながらドラマの魅力を高めています。視聴者はこれらのシーンを通じて登場人物たちの内面の動きやストーリーの深みを感じ取ることができます。このドラマは単なる物語の展開だけでなく登場人物たちの成長と葛藤を通じて視聴者に深い感動と共感を与えます。韓国ドラマ風と雲と雨感動のセリフと印象的なシーン。韓国ドラマ風と雲と雨は多くの視聴者に感動を与える素晴らしいセリフや印象的なシーンが数多くあります。特に悪役チェ・インギュが最後にボンリョンを救う場面で語るセリフは視聴者の心に深い感動を与えました。彼はこれまで感情を隠してきましたが、このシーンで初めて本心を明かします。生きている間、俺が申し訳ないと思う人がいたとすれば、それはまさにお前だった。私を許してくれありがとうという言葉は彼のキャラクターの複雑さと成長を示しており、視聴者に強い印象を残しました。また主人公チェ・チョンジュンが自分の運命と能力に向き合い国の未来を予見する決意を固めるシーンも強い印象を残しています。彼の内面の葛藤と決断の瞬間はドラマの重要な転換点となります。これらのセリフやシーンは登場人物たちの内面の動きやストーリーの深みを感じさせる要素としてドラマの魅力を高めています。視聴者はこれらを通じてドラマの感情的なリズムやメッセージを共感し深く感動することでしょう。風と雲と雨はその素晴らしいセリフや印象的なシーンを通じて視聴者に感動と共感を与える作品です。その深いストーリーとキャラクターたちの成長は視聴者の心に長く残るでしょう。韓国ドラマ風と雲と雨感動のセリフと印象的なシーン。韓国ドラマ風と雲と雨は多くの視聴者に感動を与える素晴らしいセリフや印象的なシーンが数多くあります。特に悪役チェ・インギュが最後にボンリョンを救う場面で語るセリフは視聴者の心に深い感動を与えました。彼はこれまで感情を隠してきましたが、このシーンで初めて本心を明かします。生きている間、
俺が申し訳ないと思う人がいたとすれば、それはまさにお前だった。私を許してくれありがとうという言葉は、彼のキャラクターの複雑さと成長を示しており、視聴者に強い印象を残しました。また、主人公ジェ・チョンジュンが自分の運命と能力に向き合い、国の未来を予見する決意を固めるシーンも強い印象を残しています。彼の内面の葛藤と決断の瞬間は、ドラマの重要な転換点となります。これらのセリフやシーンは、登場人物たちの内面の動きやストーリーの深みを感じさせる要素として、ドラマの魅力を高めています。視聴者はこれらを通じて、ドラマの感情的なリズムやメッセージを共感し、深く感動することでしょう。風と雲と雨は、その素晴らしいセリフや印象的なシーンを通じて、視聴者に感動と共感を与える作品です。その深いストーリーとキャラクターたちの成長は、視聴者の心に長く残るでしょう。最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルは、国内や海外のドラマや映画などについて紹介する動画をアップする予定です。もし面白かったら、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いいたします。